こんにちは。赤尾です。本日は昼の作業用怖い話161をお送りいたします。では、早速。昼怖ー。突然、友達、イコウエイから変な動画が届いた。どこかの森の中?みたいな場所にポツンと佇む絵を収めた映像から始まる動画は、長さにして約13分くらい。絵は自撮り棒を使って撮影しており、やや高い画角から自分を被写体にして背景の森、そして大きく画角を動かしてどこかの廃墟らしき建物を映す。ちょっと怖いけど入ってみるわ。わずかに緊張した口調の後、絵は木造なのか鉄筋なのかわからない、黒ずんだ2階建ての一軒家の中に入っていった。最初は変な動画だなぁと思ってすぐ閉じようとしたが、絵が映り、絵自身が廃墟巡りをするもの珍しさに、俺はのめり込むようにして視聴を続けた。玄関は腐ってるのかギーギーと音を立てながら押せば簡単に開く。土間からすでに土草や何かのゴミが散乱してて、とてもじゃないが素足で上がるのがためらわれる汚さだったが、A は土足で上がり込む。床も腐ってるのか、A が進むたびにメキメキと音を鳴らして緩んでいるのが伝わってくるが、A は気にする素振りもなく、手始めにリビングを映した。遮光カーテンがかかっててほんのり暗いリビング。家具なんかが置きっぱなしだが、どれもひっくり返っていたり破損している状態でひどいものだ。しかし、俺は窓辺の端、厚手のカーテンがこんもりと膨らんでいることに気がついた。よく学校でカーテンにくるんで遊んでいるやつがいるが、それと同じ感じで膨らんでた。A は気づかないのか?何のリアクションもないまま、A はキビスを返して廊下に出ると、次に別の部屋に向かった。次に向かった部屋は6畳ほどの和室で、ボロボロに引き裂かれた畳や引き出しが向かれたタンスがある。ここはカーテンが全て閉じていたのでかなり薄暗い。だからか、A は用意していたライトで室内の細部を照らしていた。どれだけの埃が溜まっているのやら、乱雑に放り出された衣服なんかは泥が跳ねたように汚らしい。特に物珍しいものもなく、A は和室を後にしようとした。だが、A がキビスを返す際、カメラが上を向いて和室の天井から縁をまたいで廊下の天井へと切り替わる瞬間、開いてた和室の天袋の暗闇に、スーッと人の顔らしきものが映り込んでるように見えた。うお。動画を見てた俺は思わず画面から遠ざかる。今のは見間違いか?よくあるドッキリ動画みたいでかなりビビったが、この時点で俺はあることを確信した。これは、A が作った絶叫系ドッキリ動画だと。いつだったか、ドッキリ GIF が流行ったことがある。何気ないシチュエーションの動画を見ていると、突然雲が画面に飛んでくるとか、ホラー画像が浮き出すとか、そういうのが流行った。A もそういうのをたまによこしてくることがあったから、久々にそういう系統の動画を発掘したのだろう。それも自作だ。最初のリビングのカーテンもポイントの一つに違いない。つまり、俺はここまででリビングと和室で、二つのドッキリポイントに気がついているということだ。作り物だとわかればさほど怖くない。全部でいくつあるかわからないが、なるだけ全部見つけてやるという意地で、俺は最後まで視聴することに決めた。和室を出た A は一度階段をスルーし、廊下の先にあった洗面脱衣所にやってくる。昔ながらの一面タイル張りの壁や床。そのタイルはほとんど剥がれ落ちていて、コンクリートブロックみたいな塊や粉が床に重なっていた。洗面所の鏡はいくつかの亀裂が入ってて、蛇口周りはサビで固まっているようだった。よく見かける素材不明のステンレスみたいな浴槽も錆びてるが、風呂場にはなぜかこたつが立てかけられてた。平成初期くらいに見かけためちゃくちゃ熱くなる網と熱源のやつ。やべ、懐かしいわ。俺も懐かしいと思ってたら動画内の A も同じ感想を漏らしてた。そして、A が風呂場を出て一度洗面所を移して廊下へ戻ろうとした際、俺は三つ目のドッキリポイントを見つけた。亀裂の入った洗面台の鏡。鏡に映った A の背後に重なるように誰かがいた。ほぼ重なってて一瞬 A がブレてるように見えたが、よく見れば顔の輪郭とか服の膨らみとかで誰かが重なってるのが分かった。A が振り返ると後ろに誰も立ってなかった。リハーサルでもやってたのかというほどスムーズだ。A が洗面脱衣所側から廊下を映すと、正面に玄関、左手にリビングの入り口があって、右手側に折り返して階段と和室の入り口があるんだが、リビング側と和室側から一瞬だけ人の顔が覗き込んでてちょっと笑いそうになった。ただカメラのピントが合う前に、すっと引っ込んだのではっきりとは追いきれなかったが、こういうのは心霊動画でよくあるパターンだ。きっとそういうドッキリを仕掛けてくると思って注視していた俺に見逃しはない。
そしてわかったのが、A と他に最低2人は撮影協力者がいることだ。A は廊下を戻り、2階に向かう。階段を踏み込む音は廊下より顕著だった。いきなり階段を踏み抜いて1階に落ちたりしないよな、と別の意味でハラハラしていたが、難なく2階へたどり着く A。2階は廊下を挟んで左右に部屋が1つずつあるようだ。A はまず左手側の部屋に入った。ここも1階の和室と何ら変わり映えしないが、カーテンが引きちぎられていて窓も開放されているせいか、外の景色が見える。A が一歩一歩窓辺に近づくたびに、外が明るいせいで部屋の中を映すカメラが、逆光によって非常に暗く塗りつぶされていく。そのまま2階の窓から半身で外の様子を一望するように映すと、A は身を引くように数歩下がった。その時、逆光で暗闇になった画面が部屋の様子をスーッと映すんだが、壁面に真っ黒な人の形が一緒に浮き上がって、思わずおい、と声が出た。やられた。逆光とか明るさを利用した演出を仕掛けるとは A もなかなかやりおる。だが、その影は調光がちょうどいい具合になるとふっと消えてしまった。おそらくこれに関しては後で編集したものだろう。A はこの部屋を出ると、残る一部屋に向かう。もう一つの部屋は襖が閉まってた状態だったが、A が取っ手を持って引くと引っかかりもなく開いた。中は真っ暗だった。かろうじて廊下側からの日差しで、中の床の一部が見えるか見えないかという絶妙な暗さ。おそらく機材の良し悪しもあるかもしれないが、ほぼ何も見えない状態だった。くれいな、ここ。A もぼそっとつぶやいてたが、まさか窓がないわけではないだろうに、どうしてここまで暗いのか俺も疑問に思ってた。そこで A は思い出したかのようにライトを構える。数回カチカチと音が聞こえたと思うと、パッと光が放ち、画面が白く飛んだ。そして、改めて他の色が浮き出ると、部屋の中を映し出す。そこには画面を睨むようにして佇んでいる、数十人という人間が密集して座り込んでいた。うわぁ、お A の絶叫に共鳴するように俺も叫んだ。画面も飛び跳ねたようにあっちこっちに小刻みに震え出すが、もはや俺がスマホを振ってるのか、A が手元を震わせてるのかわからない状態だった。うわ、うわ、わ。A は声にならない声を発しながら勢いよく階段を降り始めるが、階段下の廊下、その左右の部屋の入り口から数人の顔が覗き込んでた。全員が青白くニタニタと笑ってるように見えたが、A は、はぁ、あ、とか甲高い声を上げながら盛大に足を踏み外して階段を転げ落ちる。とひどい音がしてたが、カメラが動いてたので A がすぐに起き上がって走ってるのはわかった。カメラは床を映していたが、A は絶叫というか、もはやおたけびに近い声を上げながら、うおぉ、と玄関を突き破るようにして外に走っていた。汚い床から草や土が映り始めて、俺も A が廃墟を脱出したことを悟る。カメラは一度青天井を映して白飛びしてしまったが、そのまま地面に寝転んだような横から見た構図を収める。右側に地面、左側に横向きの廃墟が正面から映し出される奇妙な構図。A の呼吸音が聞こえるが、俺はそれよりもカメラに映った廃墟に釘付けだった。少し距離があるからよく見ないとわからないが、家の入り口や窓といった吹き抜けの部分すべてから、人が覗き込んでる様子が映ってた。しかもそのうちの何人かは妙に細長い腕を、おい、と言わんばかりに振ってた。最後は怖かったなぁと、少しバクバクしながら呆然と映像を眺めてると、最後の最後、目元だけがかろうじて見えた人の頭のシルエットが、ぬっと画面端から覗き込んできたかと思えば、唐突に画面が真っ暗になって映像が終わった。最後の覗き込む顔には、もう全部終わったと思ってた分、今日疲れて声も出ないほどビビった。いやぁ、A はすごいの作ったなとちょっと感心しつつ、すぐに LINE に、結構怖かったよ。よくできてんなこれ、と感想を送った。するとわずか2秒ほどで、お前どこ?と返信が来た。返信の速さは別の意味で怖かったが、俺は今家だよと送ると、また2秒ほどで、そこどこ?と帰ってくる。なんだこいつ、なんか気持ち悪いくらいに入り込んでんな。俺は、A が俺を驚かすために役に入り込んでいると思ってた。すると、A との LINE の画面が着信画面に切り替わったかと思えば、別の友達、B からの着信だった。もしもし。おお、まるまる。俺、A。今、B のスマホ借りてる。うん、A? なんでわざわざ B のスマホから?そう不思議に思ってると、A はこんなことを言うのだ。実はスマホ落としてさ。悪いんだけど、その、一緒に取りに行ってほしいんだよ。は?今まで LINE で会話してただろ。
本当に何言ってんだこいつ、と思った。いや、今 LINE したろ。は？誰が？お前と俺だよ。は？は？は俺のセリフだって。A の猿芝居に乗っかるつもりもないので、俺が、お前から変な動画送られてきたから、それ見て感想を送ったじゃん。つか、よくできてたよ、と淡々と告げると、A は。うん、動画？と見当がつかない様子で聞き返してきた。だから、会話がずっと噛み合わない感じだった。さすがにめんどくさくなった俺は、だから廃墟で心霊動画撮影したんだろ？それを俺に送ってきたじゃん。結構怖かったよ、と強めに話すと、A は。いや、俺送ってないし。と消え入りそうな声でつぶやく。まだ俺を担いでるのかと思い、わずかに呆れた様子で鼻で笑ってやると、A は続けてこう言う。その、廃墟で撮影はしたんだけど、そこでスマホ落としたみたいなんだよ。家の中にさ、すげえでかい虫がいて、ビビって逃げた時に落としたっぽいんだ。俺、虫苦手だから一緒に来てくれないか？頼むよ。虫？そんなシーンあったか？と首をかしげた。俺が見た限りでは、A は部屋の中にいた幽霊役の人を見て、廃墟から逃げ出す芝居をしていただけだろう？と困惑した。そもそもスマホを落としたというなら、どうやって俺に動画を送るんだ。矛盾しているじゃないか。いや、スマホ落としたのにどうやって動画を送ってきたんだよ。だから俺は送ってないって。つか、もしかして誰か俺のスマホ拾ってんのか？お前、俺のスマホから連絡来たの？いや、まあ、LINE が来たよ。廃墟を回ってる動画。あれはお前が撮影したんだろ？そうだよ。廃墟巡りしてたら2階で虫の集団と出くわして逃げ出したんだよ。つか、俺のスマホ拾ったやつから連絡来てんなら、返してくれないか聞いてみてくれよ。A の口調は本当に焦っているようで、とても演技には思えなかった。つまり、A は本当に廃墟で心霊動画を撮影した後、そこにスマホを落としたということになる。で、その廃墟にやってきた第三者が A のスマホを拾い、中身を見た後に LINE を開いて、俺に A が撮影した動画を送ったということだろうか。俺は A に、ちょっと待ってろと言った後、A との LINE 画面を開き、すみません、それ友達のスマホなんですけど、もし拾ったなら交番に届けるか、直接返してくれませんか？と送った。仮に A が嘘をついていても別に構わないと思ったが、返信は相変わらず早かった。ここ。二文字のメッセージを添えて、あの廃墟の外観を写した画像が添付されてきた。ここって、友達がそこでスマホを落としたみたいなんですけど、そこに取りに行けばいいんですか？と送ると。ここ。と同じメッセージが返ってくる。もしかして、A のような廃墟巡りを趣味にした人種か？それともホームレス？そんな警戒心を抱きながら俺は、わかりました、そこに取りに行くので、着いたら連絡します、と送ると、メッセージはないまま既読だけついた。ああ、A？ 交渉したら、あの廃墟？まで取りに行くことになったけど。お早いな、マジ助かる。今からでもいいの？俺は別にいいけど、B も行くの？ちょっと待って。通話の向こう側で A と B が喋ってる声が遠目に聞こえてくる。一緒に来てくれるって。つか車で送ってくれるって。そりゃありがてえな。いや、マジ助かるわ。帰りに丸々と B に晩飯おごるわ。そりゃありがてえな。どうやら B が車で A の前まで迎えに来てくれるそうだ。通話を一旦終えて、俺は外行きの服に着替えると、ベランダでタバコを吸いながら B の車が来るのを待った。10分もしないうちに B の車が来ると、助手席から A が手を振ってるのが見えたので、俺は部屋を出て下まで降りる。B の車の後部座席に乗り込むと同時に A から。マジ助かるよ。と大げさに拝まれたが、晩飯でチャラなといえば。任せとけ。と言われた。B は。それでバツバツ方面でいいの？バツバツ省の橋渡った先の道？と A に質問すると、A は。そう、その道をずっと行くと二股に分かれてんだけど、まあ行きながら説明するわ。と座席に深く腰掛けた。B の運転に揺られてしばらく進んでいると、A の言う通り二股に分かれた道が見えてきた。山側に続く道に入ると、だんだんと閑散とした農村みたいな場所が続いていく。そこからさらに家屋がなくなるまで峠を進んでいくと、舗装されていない脇道のような入り口が道路脇にある。ただし、脇道は車が通れるほど広くもないし、舗装もされていないから木の根っこなどで道が凸凹しているため、とりあえず2車線くらいの幅がある道路の端に車を止めることにした。この奥にあの廃墟があるの？おう、
多分、俺らの足なら普通に5分くらいで着くかな。 A はそう言いながらシートベルトを外して車の外に出る。しかし、B は、俺は車にいたずらされたくないからここに残るぞ。なんかあったら電話して。とシートを倒してゆったりとくつろぎ始めた。まあ、車を出してくれている手前、いくら心細いと言っても A は B に強く出れないだろう。わかったよ。置いていくなよ。んなことせんよ。A は念を押して B に、マジで待っててくれよ。とお願いしてた。結局、俺は A と二人で脇道を登っていくことになった。軽い登山だなと思いながら、動きやすいスニーカーを履いてきてよかったと安堵する。なあ、マジでドッキリじゃないの？だから本当に知らないって。マジで落としたんだよ。道中、俺はまだ確信できてない気持ちから、A に本当はドッキリなんだろ？と何度も問い詰めたんだが、A は、知らない。の一点張りだった。ちなみに送られてきた動画は A と B に見せていない。なんか、A が固くなに自分が送ってないって主張し始めたあたりから、妙な予感がしてもう一度再生するのが怖かった。A の言う通り、5分くらいで動画で見た廃墟の前に到着した。午後3時を過ぎているせいか、随分と陰気な雰囲気を醸しているが、ところどころ明るい陽光の照り返しで眩しくもあった。その眩しすぎる陽光のせいで影はひときわ暗かったが。ちょっと連絡してみる。早速俺は A の LINE に到着したという旨のメッセージを送った。すると2秒と経たず、中と帰ってくる。返信早。A の感想に俺も同意だ。しかし、なぜ中に入らないといけないのだろう。まさか、中に大勢の仲間が待機しているとか？そんな不安を A に相談してみると。それはちょっと怖いな。と眉根を下げていた。ひとまずスマホに備わってる通報機能の準備でもするとして、本当に中に入るのかと A に再度確認する。てか、普通に声かけたら返してくれないかな？すると、A は少し廃墟に近づいてから。すみません、スマホ落としたものですけど、今家の前にいるんで、返してくれませんか？と叫んだ。もしかしたら B にも届くかもしれない声量だったので、仮に密閉状態の室内にいても聞こえるはずだ。しかし、廃墟の中からのリアクションはない。その代わりと言ってはなんだが、LINE に、中と最速のメッセージが届いた。ちょっとキモいな。じゃあ、俺が中に入るから、なんかあったら助けてくれ。ここまで来たらもう中に入るしか選択肢はない。A は自分が中に入ってみるから、何かあったら助けに突撃するか、警察を呼ぶか、B の応援を頼むと頭を下げた。A との付き合いは5年にも満たないが、こんなくだらないことで嘘を重ねるような人間ではないことはわかっている。もちろん、俺もここまで来たからには鼻から一緒についていくつもりだ。俺も行くよ。もし変な奴だったら二人の方がいいだろ。マジ助かるわ。お前はそれしか言えんのかと思いつつ、A が先頭に立って朽ちた玄関を開いた。動画で見た光景そのものだったが、実際に見ると雰囲気が段違いだ。マジでホラー映画の世界に迷い込んだみたいだし、冷たい空気の感覚や火中に染みついた変な匂いが鼻にくる。お前よくこんなところ一人で入れたな。俺、虫以外なら結構平気。A の中では変な輩や幽霊なんかよりも虫が最上位で苦手みたいだった。すみません、どこですか？ A が叫ぶと数秒後にメッセージが来る。2階。そのメッセージを見て、A は、うげ、よりによって虫がいるところじゃん。嫌がらせかよ。と心底嫌そうな顔をしていた。ちなみに俺も心底嫌だった。だって、2階の右手側の部屋。あそこの中に A は虫がいたというが、俺が動画を見た限りでは別のものがいたわけだ。なあ、A。お前、2階の右側の部屋で虫を見たの？おう。ライトつけた瞬間部屋中にうじゃうじゃしてて心臓止まるかと思った。俺は少し間を置いてからもう一つの疑問を尋ねてみた。お前、一人で来たの？おう。俺は少しうつむきながら A が階段を上る後ろに続く。A がドッキリを仕掛けていたり、嘘をついていなければ、俺に送られてきた動画の方がおかしいということになる。もし本当に A が一人で廃墟を巡っていたなら、ところどころに映り込んだ人影は仕掛け人じゃない、本物ということになるんだが。ああ、なんか怖くなってきた。そう不安になっていると、すぐに2階に到着した。左手の部屋の入り口は開封されていて、覗いても誰もいないことがわかる。つまり、A のスマホを拾った人は右側の部屋の中にいるということだ。俺が2階に着きましたと送ると、既読がつくのみ。
返信来ねえ。初めからいなかったんじゃねえの？もしかしたらスマホを拾った奴にからかわれたのかもしれない。そう疑った矢先。俺たちは反射的に物音がする方に振り返った。そこは廊下と部屋を隔てる襖。その中からカリッと妙な音が鳴っていた。中にいるっぽくね。マジかよ。こん中に虫ワンサかいたんだぜ。やべえって。A は虫を想像して鳥肌を立てているが、俺は動画の内容を思い出して蒼白になっていた。マジでどっちだ？スマホを拾っただけの人間？本物の幽霊？ A とは違う焦りを浮かべながら、俺は A が。開けるぞ。虫いたらマジで助けてくれよ。頼むぞ。と小声で言い寄ってくるのを無言でうなずいた。A はライトをつけて勢いよく襖を引いた。中は動画のように真っ暗だったが、A はすかさずライトをかざす。動画と違って白飛びする時間もなく、すぐに光が当たった部分があらわになる。A がライトをさっと部屋を見渡すように振れば、中の構造がある程度視界に飛び込んできた。押し入れ、畳、砂壁、昔ながらの四角い電気傘、そして畳の上に無造作に置かれた A のスマホ。俺たちはすぐには中に入らなかった。A はおそらく虫を入念にチェックしているのだろうが、俺は動画で見たものを警戒するようにライトが当たっていない暗闇を注視していた。それにちょっと酸っぱいような匂いが部屋に染みついていて、生理的に中に入ることを躊躇してしまう。虫いねえよな？いないな。臭いけど。A が恐る恐る部屋に入り始めたので、俺も気は進まないが A に続く。A のスマホは画面が光っていた。A がスマホを拾い上げると、どうやら俺とのLINE画面のようだ。見つけた。画面を見ながら A はそんなことを意味深に呟いた。よかったな。俺がそう言うと、A は。これ。とスマホ画面を俺に向ける。A のスマホを覗き込んでみると、入力欄に。見つけた。と入力された状態だった。怖。もしかして A のどこかに隠れてんのかな？俺も A も不気味に思いながら、部屋の押し入れに目が行った。まさか、この中に隠れて様子を伺ってるのか？互いに顔を向けて。どうする？開ける？やめとけって。と小声で押し問答していると、押し入れの中から。と音が聞こえてきた。やっぱ中にいるって。いいからこのまま帰ろうって。あくまでも小声だが、俺たちは冷静さを欠くように話し合う。A のスマホを見つけた喜びと、部屋の中に何もいなかったあっけなさで、部屋に入る前に聞こえた音をすっかり忘れていた。押し入れから聞こえる音は虫が這うような音ではなく、明らかに人為的な音だった。いや、まだネズミとかの可能性もあるので確実性はないが、それでも押し入れの中に何か生き物がいることは確かだ。妙な気配を強く感じる。俺は A のスマホも戻ってきたし、もう帰ろうと提案するのだが、A は。ここまで来たら、どんな奴が俺のスマホ拾ってお前に LINE したのか気になるだろ？と、ちょっと俺の気を引くようなことを言って説得してきた。正直、どんな奴が A のスマホを使って俺に LINE を送り、そこどこ？と俺のいる場所を特定しようとしたのかは気になってた。どっちみちヤバい奴には変わりないだろうが。A は、人間相手なら俺に任せろ。と意気込む。開けてネズミやらムカデが飛び出してきたらどうすんだよと思いつつも、まあ、A と二人がかりなら最悪どうにかなるかと甘い考えに至り、俺は A の提案を飲み込んで押し入れの中を確認することに決めた。一応体格のいい A が身動き取れるようにライトは俺が持つ。俺がライトを押し入れに向けて、A が押し入れの襖を思いっきり引くと、中には二段に分かれた空の内装があるだけで、中身は何もなかった。拍子抜けと言わんばかりに俺と A は深くため息をつく。虫も人も幽霊もいない。じゃあ何の音だったんだ？と思いつつも。B が待ってるし、帰るか。と A が振り返ったので、俺もキビスを返して、だなぁ、と顔を上げた。そして、すぐに俺たちは足を止める。顔を上げたまま硬直し、わなわなと震え上がる。廊下からはわずかに日差しが入り込んでいるのだが、入り込むのは光だけではなかった。逆光でくっきりと浮き上がった人の頭が、縦長の入り口の枠のあらゆる角度から覗き込んでいた。足元から天井まで、頭部のシルエットが部屋の中にいる俺と A を覗いていた。わわわ。隣から震えて声にならないのか、A のうめき声のようなものが聞こえた。俺も叫びたい一心だったが、喉が閉まっているかのように声が出せなかった。それでも力いっぱい腕に力を込めて、隣にいる A の腕を引っ張ろうと思った。
特にそれで何ができるとか、何も算段はないが、無我夢中で A にすがろうと思っていたのかもしれない。虫以外は平気なんだろ？ええ。そう思って震えながらカクカクと隣の A に振り向くと、そこには知らない顔があった。一瞬、顔かどうかわからなかったが、数秒でそれが逆さまになった顔だとわかった。長い髪を床いっぱいに垂らした老婆のような顔立ちだった。どこからその顔が出てきたのかと首をたどれば、押し入れの中の天井裏から上半身を乗り出すようにして、俺と A の間、ちょうど俺たちの顔の高さに位置する場所に顔を忍ばせていた。俺がその顔に気づくと、どうやら A もこっちを見ていたのか、今度こそ悲鳴を上げた。うわぁ。それと同時になぜかこの部屋の襖が閉じられて、一気に視界が暗転する。俺たちはパニックになった。明かり、つけろって。うわぁ、おわ。A の土星に近い声に従ってライトで部屋中を照らすが、照らす場所すべてに人影が佇んでた。正面を照らせば背丈のまばらな人影が数人立ってるし、横を照らせば壁際にも数人の人影が立っている。A を照らせば A の背後にも数人の人影が立ってるし、押し入れを向けば、あの老婆が天井から逆さまにぶら下がってこっちを見ていた。ああ、もうダメだ、漏らす。そう思った刹那、突然誰かが目隠しをするような手のひらのシルエットが視界を包み込み、俺の目を押さえる。やめ。実は幽霊ではなく、怖い輩の人たちだった。とっさに思ったのは、裏社会の人間に連れ去られるのではという恐怖だった。とにかく、幽霊なのか怖い人たちなのか、俺にはどっちなのかもわからないし、どっちでも怖いのは間違いないので慌てふためいていた。ああ、俺の人生ここで終わる。そんなことを思っていると、遠くから。おい、まるまる、という B の声が聞こえた。俺はこれが最後のチャンスだと思い、B、と全力で叫んだ。血管が吐き切れるかと思った瞬間、血の気が引いてさーっと頭の芯まで冷めていく。あ、血管切れたかもと思った瞬間、B の。二回か？という気の抜けた声を聞いたら、安心したのか眠るように意識が遠のいていった。そして次に目を覚ますと、B が俺の体を揺すっていた。おい、まるまる、起きろって。B？ 頭が少しクラクラするが、俺は2階の部屋の中で倒れたみたいだ。俺がここにいるということは B があの集団から助けてくれたのだろうか。俺が頭を押さえながら起き上がると B が。おい、大丈夫か？なんか叫んでたけど。と不安そうに見てきた。A は？ひとまず A も無事なのだろうかと確認してみると、B が俺の横を指さした。A も俺と同じように倒れたのか、すぐ隣で仰向けに寝ていた。あいつらは？あいつら？次に部屋を覗き込んでいた奴らや、部屋の中にいた奴らをどうしたのか聞いてみると、B は首をかしげた。気を失う前に B が来てくれたかと思ったが、記憶違いだったのかと思い、B に、あれ？ B が助けてくれたんだよな？と聞くと、B は。何から？と質問を質問で返す。俺、どのくらい気を失ってた？多分、5分もしないくらい。B の話では、車で待機していると尿意を催したので車から降りて、小道で用を足していたそうだ。そこで何か俺たちが向かった脇道の方から、小さいが俺や A の悲鳴が聞こえたから、気になって廃墟まで登ってきたという。玄関が開いてたので俺たちがこの中にいると思った B は、とりあえず他人がいたらまずいと思って、俺たちがいるかどうか玄関から声をかけると、俺の全力の叫び声が聞こえたから2階まで上がった。そしたらこの部屋で倒れている俺と A を見て、大丈夫か？と駆け寄ると、本当に気を失っているようだったから、今まで体を揺すって起こそうとしていたそうだ。いや、マジで救急車呼ぼうかと思ったわ。B は半笑いでそう言ってたが、俺は B が2階に上がるまでに人とすれ違わなかったのかと疑問に思った。他に誰かいなかった？え、いなかったけど。マジか。俺が気を失う前、B が2階に上がるまで誰ともすれ違わずにすぐにここまで来たことが本当なら、俺と A が見たのは人間ではなく、幽霊ということになる。そうなると、俺の LINE に動画を送ってきたのも幽霊ということになるが、それから俺は B と一緒に A を叩き起こすと、A は、はえ、あれ？と記憶もおぼろげに A は部屋の中を見渡し、眉間にシワを作りながら、あれ？と不思議そうに首をかしげてた。ちなみに、押し入れの天井を調べてみたけど、あの老婆が出てこられるような天井裏への入り口や隠し部屋はなかった。そしてなぜか A にはその時の記憶はない。
スマホを受け取りにこの2階の部屋の前まで訪れたところまでは覚えているようだが、中に入ってからの恐怖体験は綺麗さっぱり飛んでいた。だから俺が B に隠れてこそこそと、部屋で見たこと、B に話すか?と耳打ちしても。なんかあったっけ?と返されて困ったものだ。倒れた時に頭でも打ったのかと心配になったが、もしかしたらあの人影の集団や老婆に何かされたのかと思うと追求しづらい。特にミイラのように目元がくぼみ土色になった老婆の顔が、真横に現れた光景を思い出すと、今でもチムコが縮み上がる。まあ、A のスマホを取り返すという当初の目的はクリアできたし、その後は気が乗らないものの、帰りに A のおごりでファミレスでご馳走になった。ただ、A も大事なところは記憶がすっぽ抜けているので、B には部屋の中での出来事は話していない。だから普通に2階のあの部屋に、A のスマホが置き去りにされてたとごまかした。トラウマになったのもそうだが、こういうのは関わらずに早く忘れた方がいいと思った。だから A との LINE は1回退出して履歴をリセットしている。しかし、A と B と別れた夜に、A から。そういやあそこで撮った動画送るの忘れてたわ。という内容と例の廃墟巡りの動画が、再添付されてきた時はマジで切れそうになった。動画は見ずにスルーしたが、そもそも A にはあの動画が普通の動画に見えるのだろうか。俺には心霊動画にしか見えないので二度と見るつもりはないが、A が他の人にもあの動画を送ったらもう俺の手には負えない。さすがにもう関わりたくないというのが本音だ。第1話、山奥のすすきの原。友人の話。彼の家の近くの山には、広いすすきの原がある。秋にすすきの穂が風に揺れている風景、それを見るのが好きなのだそうだ。しかしそこで、一度だけ嫌な思いをしたことがあるらしい。ある年、彼がすすきの原の中をのんびり歩いていた時のこと。横手から。と音がして、穂が作る波の上に何かが突き出された。ザンバラ髪、土色の肌。間違いなく人の生首。ぎょっとしたのも一瞬、すぐに正体に気がつく。マネキンの頭だ。誰かが棒の先に人形の頭部をくっつけて、それをすすきの間から表したのだ。こんな趣味の悪いことをする奴は一体誰だ?気の強い彼は腹を立て、首の出ている場所に向かって走り出した。到達する寸前に、ささっと首は引っ込められた。見当をつけたあたりを探し回ったが、いたずらを仕掛けた人間は見つからない。諦めて歩き出すと、背後からまた、と音がする。あの首が、高みから彼を見つめていた。全速力で追いかけてみたが、目前でやはりすすきの中へ姿を消す。そんな追いかけっこが、何回か繰り返されたという。そのうち、嫌なことに気がついた。首が突き出される場所までの距離が、少しずつ彼に近づいてきている。マネキンの表情がだんだん詳しく見えるようになっているのがその証だ。そして現れるたびに、首には黒い筋が増えていた。今ははっきり見える。傷だ。何か鋭いもので引っかいて削ったような。なぜなのか理由はわからないが、彼をからかっている者は、首を隠すたびにその首に切りつけている。それに思い至った途端、怒りよりも気味悪さが勝ったらしい。もうこれ以上は関わらずに、速攻変えることにした。という音は完全に無視して、野原を突っ切る。入り口の参道、車を止めたあたりまで足を運ぶと、いきなり何かが飛んできた。彼と車の間に落ちてくる。ズタズタに刻まれた、マネキンの頭部。さっきまであった両目が、綺麗にえぐられていた。走り出したくなるのを抑えて、ゆっくりと首を迂回した。そのまま車に乗り込むと、すぐさま発進させて山を降りる。バックミラーに映るすすきの原には、誰の姿も見えなかった。さすがにその年は、もうそこには出かけなかったそうだ。まったく、変質者があんな山奥まで出張ってくるなよな。彼はそうぼやいていた。これって何回見やるんか?そのマネキンの首は自分のあれなんやろな。第2話、被害者の写真。ある誘拐殺人事件は、報道の範囲の例としてしばしば引き合いに出される。被疑者の自室が暴かれたことも問題視され、マスコミ各社に抗議が殺到したが、一番多かった問い合わせは。テレビに映し出された被害者の写真が瞬きした。というものだったことは知られていない。第3話、未来予想。
CIA が超能力を真面目に研究し、それを軍事転用できないかと本気で考えていた1985年頃の話。未来予知や予言ができる超能力者に、100年後の最新兵器の設計図を投資させる実験が行われた。厳選に厳選を重ねて集められた12人の超能力者に、互いの能力が影響しないよう、個別に投資させた結果。12人全員が石弓の設計図を書いたそうである。一回全部滅びるんか。第4話、青手。小さい時、田舎の祖父の家によく遊びに行っていた。いつも祖父の畑仕事についてってた。祖父の畑のそばには、周囲の畑の持ち主共同のトイレがあったの覚えてる。子供の俺はイレギュラーに便意を催していたため、畑のそれは非常にありがたかった。だがそこを使う時、祖父がいつもこう言っていた。あの便所には青手がおる。下からぬっと出てきて、チンチンを引っ張って下に引きずり込もうとする。でも、下をずっと見ていれば絶対に出てくることはない。だから、絶対に最後まで便器の中を見とくんやぞ。青手とは妖怪の一種みたいなものだろうか？こんなことを、祖父は何度も何度も真剣な顔で言うものだから、小さかった俺はトイレをしている最中、一切下から目を離すことはなかった。当たり前だ。今考えると、ずっと下を見ていたところで何の意味があるのだろう。てか青手ってなんだ？そもそも、外でトイレするのがよっぽど嫌だったのか、わざわざ怖い思いして。怖がらせようと必死な祖父が懐かしい。そのトイレがボットン便所だったとしたらなんだけど、妖怪とかの話で怖がらせて便器に注目、イコール誤って便器に落ちないように注意させるためなんじゃない？危ないからできるだけ使用させないようにしたかったとか。そもそも青手なんて出ない。祖父の目的は、頭上に現れる恐ろしい何かを見せないために必死だった。第5話、武田の肝試し。出ると評判の廃屋で、俺たちグループの中でも一番気が強く、心霊現象完全否定派である武田が、夜に一人で肝試しをすることになった。絶えない雑談から、いつの間にかそういう話になってしまったのだ。やめといた方がいいって、と俺たち4人は引き止めたが、武田は鼻で笑い。じゃあ、必ず約束守れよ。俺が一人きりで朝まであそこで過ごせたら、お前らは俺に2000円ずつ払う。もし俺が逃げ出したりズルをしたら、俺がお前ら全員に2000円ずつ払う。証拠のハンディカムはちゃんと回しとくから。と、1話この辺でいいか。映ってるよな。つうわけで、一人肝試しの始まり。拍手。はぁ、朝まで暇だね。しかしこれ、携帯もノートパソコンもダメとは、自分で言い出したものの、ちと厳しい縛りだったかな。まあいいや。さて、と。このままぼーっとしてるのもなんだからさ、一つ俺が、そう、霊なんか一切信じてないこの俺が、とっておきの怖い話をしてやるよ。お前らのこと。お前たち4人の話。お前たち、まだ気づいていないのか？違うだろ。本当はとっくに気づいてて、なのに知らないふりをしてるだけなんだよな。なあ、正直に言うよ。俺は今、怖くてたまらない。この廃屋がじゃない。お前たちが、だ。お前たちの視線が、今、こうしてお前たち4人に、俺を見られていることが、怖くて死にそうだ。ずっと前から。どうやら賭けは俺の負けだな。ちゃんと払うよ、6000円は。結局、武田は俺たちに金を払うことはなかった。ハンディカムの映像だけを残し、あの夜に廃屋から出た後、突然失踪したから。行方は未だに知れない。今でもたまに俺たち4人は、武田の残した映像を見る。その度に不可解な気分にとらわれる。一体武田は、俺たちの何がそんなに怖いのだろう。ケンイケやんけ。これって4人のうち1人幽霊ってことなんか？それだけやとなんか不可解やな。4人は幽霊で自覚がないんやろ。でもそれやと6000円払うってとこが腑に落ちん。誰か解説頼む。4人が幽霊説。武田以外死んでる。俺たちの中に1人幽霊がいるんやろ。そうや、6000円で気づくべきや。武田が怖がってるのは、この話が怖いことと関係ないんか？4人の中に1人幽霊が混ざってるのに何食わぬ顔でいるのが怖いんや。第6話、家の口。ずっと昔の話。小学1年の時に祖母が亡くなり、仏壇のある部屋でお坊さんがお経を唱えてた。
すると、お経に合わせて祖母の家の口が動いてる。その場では家がお経を唱えてるなぁ、なんてぼんやりと考えていて、その後の昼食の時にいとこのお兄さんにそのことを話した。意味が伝わらなかったのか、子供のザレ言かと思われたのかわからないが。そんなこともあるんじゃない。と言われたもので、私も、そうなんだ、と納得して終了。その2年後、今度は祖父が亡くなりました。すると、またお経に合わせて祖父の家がパクパク。しかも仏壇沿いの壁にかけられていた祖母、曾祖母、曾祖父の家までパクパク。さすがに異様な感じがしたので母にその旨を伝えようとしたが、めちゃめちゃ怒られたのでそこで終了。それ以来お葬式に行くことがなかったので、今はどうなのかわからないけど、妙な体験でした。第7話、変わった日。小学校に上がる前だと思う。ある朝に目を覚ますと、隣で寝ている兄以外、家に人の気配がなかった。家中を見て回るが誰もいない。不安になって兄を起こそうと声をかけ、肩を揺するが目を覚まさない。どんなに激しく揺り動かしても、ぐにゃり、ぐにゃり、とするばかりで死んでいるかのようだ。私は怖くなって家の外に出た。雨が降っていて薄暗かった。家の周りを泣きながら歩き回ったが、家の外にも全く人の気配はなかった。泣きながらまた家に帰りぐずぐずしていると、不意に両親が現れた。どこに行ってたの、と聞いても答えてくれず。お父さんはここにいるよ。お母さんはここにいるよ。と答えるばかりである。わけがわからなかったが、とにかく両親は戻ってきて私は安心した。そこに兄が現れた。兄の顔を見た私は息を呑んだ。そこにいた兄は兄ではなかった。背格好は似ている。しかし、昨日までの兄、さっきまで隣で寝ていた兄と顔が全然違う。目つきがきつい。鼻が細く高い。頬がこけている。髪がペタンとしている。あの不思議な朝のようなことは、あれが最初で最後だった。しかし兄自体は、それからもずっと兄とは思えない男の子のままだった。教えてクレメンス。一種の精神病で、記憶が二重持つ人とかおるんや。3月。第8話、幽霊ごっこ。南洋諸島のある島の子供たちは、幽霊ごっこをして遊ぶ。ルールの基本は単純な鬼ごっこなのだが、鬼が独特の掛け声をかけつつ走り回る。それは、軍曹殿、置いてかないで、水をください、というもの。もちろん、子供たちはそれが日本語だということを知らない。第9話、リモートコントロール。変な夢なら見たことあるわ。テレビのリモコンなんだけど、1を押すと母親が1階から自分を呼ぶ。3を押すと携帯が鳴る。4を押すとなぜだか自分で部屋の電気を消す。9を押すと呼吸ができなくなり死んでしまう夢だった。先日、何気なくテレビを見てていっちゃんに変えてみた。そしたら1階から自分を呼ぶ母親が。まさかまさ夢?とか思いながら、興味本位で3ちゃんに変えてみる。すると携帯が。信じられないくらい焦って、確認のために4のボタンを押して、部屋の電気を自分でなぜか消してしまった。それ以来9は絶対に押せない。リモコンはチャンネル切り替えしか使えなくなった。第10話、妹。俺の家に妹がいて、妹と言っても人間じゃなくて、なんか赤ん坊くらいの大きさがある、てるてる坊主みたいなやつだった。下の方のスカートみたいな部分を丸く結んだ感じ。まあつまり、愛みたいな形のやつ。それを母親は妹と呼んでた。俺がずっと小さい頃からそうだったから、幼稚園の頃まで俺は、あれが妹なのだと思ってた。幼稚園にいる他の子で、妹がいると話すやつがいると、あいつの家もあれがあるんだと思っていた。俺の家の妹は、食卓に座ったり、ソファーに腰掛けたり、家族として扱われているようだった。食事時になると、母がそれを椅子の上に置いたりしてた。そして、妹が置いてあるみたいに俺が言うと、母はいつも怒った。座るじゃないとダメらしかった。ある日、幼稚園で何かの拍子に、妹は普通人間だと知って、母に尋ねた。あれは妹じゃないよね?みたいな風に。そしたら母は猛烈に怒った。ふざけるな、何を言ってる。あれは絶対私たちの妹なんだ。と。後から考えると変な言い方だった。私たちの。こっぴどく叱られた後、それでも懲りず父親に同じ質問をした。
そしたら今度は、普段元気な父が、何か言いたいが言えないみたいな顔になって、何も言わずに部屋にこもり、丸一日出てこなかった。小3の時に、父が死んで3日もしないうちに、母親と一緒に近くの山へ車で行った。見晴らしのいい崖みたいなところで車が止まった。いつも妹は外出しなかったけど、この日だけは車に乗ってた。母は車から妹を降ろし、あんたはここにいなさい。という。何をするのかと思ってたら、妹の首と胴体がくびれてる部分を、バチンとハサミで切って、投げ捨ててしまった。母はいつも妹を大切に扱ってたから驚いて、いいの?と聞くと、お父さんが死んだから、もういいの?と言われた。それから、母との間で妹の話は一切でなかった。あれは一体何だったのか尋ねようとしたけど、先延ばしにしてたら去年母が死んだ。この話、友人に話しても何が怖いのか聞かれる。俺自身は結構怖い。なんかの宗教とも思えないし。何かわかる人いない?いなさそうだけど。水子やろ。父の方が執着してるのがあれだけど。第11話、CD。ある女性がお気に入りの CD を再生すると、CD に傷がついてしまったのか。さよなら、さよなら、さよなら。と、同じ箇所を繰り返し再生するようになってしまった。その後あることに気づいた彼女は青ざめた。その CD にさよならという歌詞がある曲はなかったのだ。第12話、開かずのマンホール。冒険防止に、決して開かないマンホールがある。その厳重さは、マンホールの内部に鉛を注入してあるほどである。そして、そのマンホールの内側から何か物音を聞いた者もいるそうだ。その地下には下水もガス管も地下鉄も存在していない。一体何に蓋をしているのだろうか。第13話、羊。小学生の頃の冬の話、母親は台所で料理してて俺はテレビを見てた。インターホンが鳴って、母親が出た。どうやら父親がいつもより早く帰ってきたらしい。手が離せないから。と言われ、俺は玄関の鍵を開けに向かった。廊下の奥からドアを叩く音と、寒い、早く開けてくれという父親の声が聞こえた。小走りで廊下をかけて、玄関を開けた。父親の顔をした羊が俺の目の前にいた。ドアを閉め一目散に逃げたが、母親は父親が帰ってきたと思っているので、なかなかリビングに来ない父を迎えに玄関へ行った。鍵が開いているのに開けてくれと言ってるのを不審に思ったのか、母親はドアスコープから外を見た。途端に悲鳴を上げ俺を抱えてリビングへ逃げた。急いで父親の会社に電話をかけると、父親は会社にいるという。玄関の外の声は確かに父親だったのにだ。何分経ったかわからないが、母親と抱き合ってじっとしていると、再びインターホンが鳴った。母親の尋常でない慌てぶりと、ドアの外に何かいるということを聞いた父親が、どうやら通報したらしく、警察の人が来ていた。玄関口で警察と話していると父親が慌てて帰ってきた。警察は、また不審者が来たら迷わず通報してくださいと言って帰った。母親の話ではマンションの廊下を羊が埋め尽くしていて、中には俺や母親の顔をした羊もいたらしい。父親の声を使ってドアを開けさせておいて、我が家を乗っ取る計画だったのかと思った。うちの家族だけでなく廊下を埋めるほどの羊がいたということは、他の住人はすでに入れ替わっていて、羊の家族と過ごしているのかもしれないと思うと、思い出して怖くなったので書いた。コレスコ。第14話、ノック。これは友達から聞いた話。受験勉強のために部屋で猛勉強してたら、夜中の2時頃に部屋のドアをコンコンとノックされて、〇〇、夜食持ってきたからドア開けなさいって母親が言ってきた。ドアには鍵がかかってる。でも〇〇くんはちょうど勉強に区切りのいいとこで休憩したかったので、そこに置いといてお母さんって言った。そしたらお母さんがそのまま階段をトントン降りていく音が聞こえた。それから3時頃になってまたお母さんがドアをノックして、〇〇、おやつ持ってきたからドア開けなさいって言ってきた。でも〇〇くんは、おやつなんて別にいいよって答えた。そしたら、うるさい、いいからここ開けなさい、開けろ、開けろって急に気違いのように怒鳴り出した。〇〇くんはビビって開けようとしたんだけど、なんだか嫌な予感がして開けなかった。
そしたら、今度は涙声で。お願い、まるまる、ドア開けてー。って懇願してきた。でも開けなかった。で、そのまま10分ぐらい経った後。ち。で母親が舌打ちして、階段をトントン降りていった。でもそれからすぐにまるまるくんは思い出した。今、両親は法事で田舎に帰っているということに。あの時ドアを開けていたらどうなっていたかと思うと、まるまるくんは震えたそうな。第15話、逃げて。ある男のメールボックスに、送信日が2042年のメールが舞い込んだ。内容はただ一文。30年前の自分、逃げろ。男は何から逃げてよいのかわからないので、とりあえず逃げていないが、それがわかるのは果たして30年後なのだろうか。第16話、二次創作サイト管理。家族共用の PC だけど、家族に隠れて二次サイト管理してた頃、知らない間にカウンタデザインが変わってたり、日記の記事の順番が変わってたり、悪解ツールがついていたりと、不思議なことが続いてた。が、当時のサーバーは無料レンタルだから、仕様変わったのかな?と見過ごしてた。ある日サイトに嵐が現れ、どう対応するか考えてたら、いつの間にか掲示板のリンクが消え、書き込みが消えてた。さすがにおかしいと思っていたら、父が、〇〇のサイトの嵐消して悪菌しておいたよ。私のお気に入り、メール、フォルダ、履歴などなどすべてチェック、サイトのパスも抜いて、時々タグの間違いなど手を入れていたことが判明。母は、絶対ありすぎ。と止めたが、IT 本職の父は、これくらい当たり前。と突っぱね、詳しくない母は鵜呑みにしたと聞いた。今は自分専用 PC だけど、まだ監視されているかもと思うと、父の在宅中は使えない。これは過保護の域なのか。第17話、天井裏に現れる階段。俺が小3くらいまでは、よく2歳下の妹と家の中でかくれんぼして遊んでた。二人とも自分家のことなんか知り尽くしてるから、毎回あっという間に見つかるんだけど、俺は絶対に見つからない場所を知ってた。二階の寝室の押し入れに布団が片付けられてる時に、崩さずうまいこと登ると、押し入れの天井板に手が届く。一番隅の板はまな板くらいの大きさで、横にずらすと天井裏が覗ける。懐中電灯を持って入り、中から天井板を戻せば見つからない自信があったが、どうしても入れない事情があった。カビっぽい匂いとホコリ、変な虫がいそうってのも大きかったんだけど、一番の理由は天井裏に階段があったこと。板をずらして顔を覗かせたところから2メートルほどの場所に、手すりのついた下り階段があった。手すりには、神社とかでお祓いに使う棒の先に、蛇腹?に折った紙みたいなやつがたくさん結んであった。上半身まで出して懐中電灯で照らすと、下へ向かう階段の踏み板までちゃんと見えた。さっき言った理由と天井裏に階段がある意味がわからないこと、薄気味悪いのもあって一回も入れなかった。何度か親にそのことを聞こうとしたこともあるけど、その話を妹に聞かれて隠れられたら見つけられそうにないし、それでかくれんぼに負けたら尺に触るので、誰にも聞かず話さず自分だけの秘密にしてた。中3になった時、俺と妹の部屋を作るためにリフォームして壁や天井をひっぺがす工事をしたんで、その時なんとなく確認したら階段なんてなかった。よく考えてみたらあるはずない。天井裏から階段があったとしたら寝室に必ず繋がるはずだから。リフォーム後は寝室だった場所に妹の部屋ができ、押し入れはクローゼットになった。もちろん天井板も張り直されて、今じゃ天井裏を覗く手段はない。今俺は大学4年生で、これはつい先週の話になるんだけど、リフォームの時同じく2階に作られた俺の部屋のクローゼットを開けた。卒業旅行の準備でのスーツケースを取り出すためだったんだけど、クローゼットの天井板、なんかずれてる気がした。普段注意してみるとこでもないから、もともとこうだった気もするし、そもそも天井板は1枚でがっちり止められてた気もする。けど、今確かにずれているように見えるし、普段見れない天井裏を覗けるチャンスかもしれないので、スマホの懐中電灯機能を使って中を確認してみた。顔を出した位置から5メートルほど先、妹の部屋のクローゼットの少し先の位置に階段が見えた。一気に子供の頃に同じものを見た記憶が蘇って、よくあるオカルト話とかを思い出して怖くなった俺は、すぐに天井板を戻して親のところに行った。意味がわからないとか、そんなわけないとか言って全く相手にされず悔しかったので、証拠写真を撮りにもう一度天井裏に顔を覗かせたら、今度は何もなかった。
親にはくだらない嘘をついたと思われたみたいで、どれだけ詳細に話しても信じてもらえない。つい先週のことだから何とも言えないけど、今の段階では特におかしなことも起きてない。北海道は昭和炭鉱での話、ググればすぐにわかる。その昔、炭鉱で栄えた町で相当の人数が住んでいたそうだが、俺が友達とバカなキャンプに行った時はすでに廃墟だった。言い出しっぺは貞岡で、俺は嫌だと言ったが、強がりで絶対に引かない田村の性格が災いして、3人でその廃墟に一泊のキャンプに行くことになった。自転車で2、3時間は優にかかる距離だった。なぜ俺が嫌だと言ったかというと、親父と車で一度行ったことがあったから。特にお化けがどうたらとかいう話を聞いたわけではないが、あまりいい気持ちがしなかったのと、その日に金縛りに遭っていた記憶があり、気乗りがしなかった。ま、それはともかく、夏休みのちょっとしたお遊びのはずだった。現地に着いたのはまだ2時頃だったと思う。団地やら平屋の共同住宅やらがたくさんあった。割れている窓ガラスもあったが、まだまだ使えそうな家もたくさんあった。石を投げて窓ガラスを割って遊んだり、家を探検して遊んでいた。廃墟になって数十年経っていたと思うが、まだまだ生活感が感じ取れた。障子にカレンダーが貼ってあったり、レトロなポスターが貼ってあったり。町だったのか村だったのか知らんが、自転車で少し町外れと思われるところに行った時、なんとも妙な建造物を発見した。一見祠のようだが、神社のミニチュアのようでもあって、鳥居みたいのがあって、でも横が3本なので鳥居ではなかった。何かを祀ってあるのか、開き戸が正面にあった。大きさはタンスくらい。今思えば寄せばいいのに、貞岡が面白そうだと言って扉を開けようとした。特にお札とかが貼ってあったわけでもないし。簡単には開かずガシャガシャやってやっと開いた。中は周りが紙でのようなもので飾られていたが、決して白くはなく、多分赤色が経年劣化したようなどす黒い変な色だった。で、何が妙だったかというと、その奥に貼られている紙に書かれている文字だった。当時その存在を知らなかったのでなんだこれくらいにしか思わなかったが、今なら多分ハングル文字だと思う。その前に小さな引き出しだか箱みたいなのがいくつかあって、その前に石ころが置いてあった。開けた瞬間なぜだか、多分3人ともゾワゾワっとしたんだと思う。俺はそうだった。しばらく沈黙が流れて、貞岡は戸を閉めた。いや、閉めようと思ったのだが、左の扉が朽ちていたのか、ボロッと落ちてしまった。廃墟だし別にほっといていいのだが、貞岡は慌てて拾って立てかけ、元に戻したふりみたいな感じでその場を去り、住宅街に戻った。と言っても廃墟な。とりあえず自転車を止めて一息つき、俺が、なんかすんげえ怖くて後ろを振り返れなかった、というと、二人も同じだった。怖いというより、気持ち悪いと言った方が近いか、要はそんな嫌な気持ちだった。気を取り直して、その後も探検を続けて楽しんだ。野いちごもあって酸っぱかったがうまかった。唯一のいい思い出な。最初は楽しかった探検も、だんだんと日が暮れてくるとなんだか怖くなってきた。さっきのこともあったし、風と虫の鳴き声以外は静寂そのものだった。最初はテントに泊まる予定だったが、とある住宅の2階で比較的綺麗な和室があって、テントよりこっちの方が良くねってことになった。テント張るのも面倒だったし、和室の畳で寝られる方が良さそうでしょって感じ。キャンプといってもそんな大層な支度もしてなかったし、夕食は簡単にパンと牛乳みたいな感じですぐに終わった。懐中電灯とランタンの明かりでトランプで遊んだりしていたが、夜も真っ暗になると無条件に恐怖に包まれた。俺は、今ならまだ11時には帰れるからもう帰ろうと言ったが、ここでも田村の性格が災いして却下。9時近かったと思う。貞岡が、うんこしてと言い出した。昼間の記憶だと汚い和式のボットン便所。仕方ねえなぁ。と言いながら貞岡は便所へ行った。便所は玄関の横にあって、俺たちの和室からは一部屋先。すぐそこといえばすぐそこなのだが、とてつもなく遠くに感じ、俺は絶対に便所は行かないぞと思った。その時、ぐわー。と悲鳴を上げながらバタバタと貞岡が戻ってきた。俺と田村は貞岡の悲鳴を聞いて驚き、うわー。と悲鳴を上げた。貞岡のズボンはまだ半分下げたまま。顔はランタンの明かりでも真っ青で、めちゃブルブル震えていた。まともに喋れる状態でなかったが、何があったかというと話はこうだ。
便所に入ってズボンを脱いでしゃがもうとした時、便所の小窓から男がこっちを睨んでいたというんだ。半開きの窓の隙間から月明かりではっきり見えたという。でもって何の根拠か知らないが。お化けとかじゃなく、あれは生きた人間の顔だ。とブルブル震えながら話した。田村が。バカ野郎、ここは2階だぞ。と言った時の、貞岡の顔は忘れられない。俺はやっぱり帰ろうと言った。ここは山奥の炭鉱町廃墟。帰るにしたって相当怖い山道を通らなきゃ帰れないわけだが、こんなところで一晩過ごすよりはよほどマシだと思った。こんなところにキャンプに来たことを心底後悔した。とにかく母ちゃんや父ちゃんのいるところへ帰りたかった。その時だった。玄関を叩く音がはっきりと聞こえた。三人とも聞いた。貞岡が戸を開けっぱなしで来たので、わずかに玄関が見える。これも根拠はないが、生きている人間が原骨でどんどんしているような音だった。俺たちは三人で手を握り合った。全員まさにガクブル状態。俺は膝がガクガクして止まらなかった。この後何も起こるなと念じたが、少しの間を置いてまた。心臓が爆発寸前だったよ。小声で話し合った。もしかしたら本当に誰か来たのかもしれない。出てみようか。バカ野郎、人間だったらノックと一緒に声をかけてくるはずだ。ガクガクブルブル。その後どんどんは途絶えた。が、俺たちのガクブルは収まらなかった。三人で寄り添っていたわけだが、ふと貞岡に異変が起きているのに気づいた。便所の時からの震え方がどう見ても尋常じゃなくなっている。痙攣みたいな感じ。おまけに何かを話そうとしている風なのだが。じゃ。って感じ。さだ、何やってんだよ、落ち着け、気持ち悪い声出すなよ。と田村が小声で怒った。もうわけわからん状態で、こっちまで気が狂うんじゃないかと思った。田村だけが頼りだったけど泣きそうな顔してた。時間は10時を過ぎていたが、俺たちはどうにかしてここを飛び出して自転車で帰ることを画策していた。荷物はテントくらいだが、それは自転車にくくりつけたまま。外にさえ出られたら自転車ダッシュでとにかくここを離れよう、そんな計画をしていた時だった。今度は何やら大人数が歩いているような音が、と聞こえてきた。というか、最初は小さい音だったので無視していたのだけど、徐々に大きくなってきていて聞き流すことができなくなったわけ。話し声らしきものも聞こえた気がしたが、日本語とは思えない理解のできない声だったし、まだ遠くのような気もした。よく考えると足音かどうかもしれないのだが、こういう時は本能的にそう感じるものなのね。いずれにせよ、まだあやふやで断定はできないというかしたくない状況だったので、俺たちはそれが近づいてくる前に脱出することにした。貞岡はまだ、状態。貞、いいか、これから帰るぞ。自転車で一気に行くからな、しっかりしろよ。二人で貞岡を両脇で抱きかかえるように和室を後にして、玄関の前に来た。俺たちは恐怖から逃れるために思考を停止させ、とにかく一気に行くぞ作戦だった。いいか、三人でドアを開けてとにかく一気だ。せーのでドアを開けるのだが、北海道というのは雪が積もるのでドアは基本引き戸なわけ。雪が積もると開けられなくなるでしょ。で、小声でせーので戸を開けて一気に突っ走る予定だったのだが、もろくもその三段は崩れ去った。戸を開けたその先には、恐ろしい形相の男が仁王立ちで俺たちを睨んでいたんだよ。俺たちは後ろにのけぞるように尻餅をついた。というか、多分ぶっ飛んでいたと思う。で、なんでかわからんのだが、俺は土下座して、すみません、すみませんを連呼していた。途中からは田村も加わっていたが、貞岡は声も聞こえないし、実際どんなだったのかは覚えていない。とにかくすみません、すみませんを連呼していたのだが、ふと気配が消えた気がして、恐る恐る顔を少し上げたところ、男はもう見えなかった。でかい声を出したせいか、少し恐怖心は吹っ飛んだ気がした。俺と田村は顔を見合わせて、貞岡を両脇で抱え上げてとにかく階段を降りた。一気に行きたかったけど、貞岡がそんな調子だし、廃墟の階段だし、降りるのがなんとも危険でまどろっこしかったのを覚えている。道路はほぼ一本道で、左が昼間の祠へ続く道、右が俺たちの町へ帰る道だった。という音は左から聞こえてきていたと思う。唯一月明かりが恐怖心をほんの少しだけ和らげてくれたが、見たくないものが見えそうな気もした。その時また異変が起きた。
さっきまでのサダがすっかり気を取り戻して、目が気味が悪いくらいにランランと輝いているんだよ。解散。確かにそう言って、一瞬ものすごい形相になった。そして再び口を開いて何かを言おうとした瞬間、田村が思いっきりビンタを一発食らわした。続きざまに、横にいた俺は思いっきりサダオカの背中を叩いた。何が起きていたかは俺も田村も理解できていたんだと思う。今思えばすごいコンビネーションプレイだった。当時にちゃんなんかないし、どっか別なところで仕入れた知識だったと思う。ビンタが効いたのか背中をドンが効いたのか、サダオカの顔が元の泣き顔に戻ったのを見た俺らは、一目散に自転車をこいだ。田村がナーミョンホーレン月経を大声で唱え出した。俺んちはナムアミダ仏だと思ったが、ここは合わせた方がいいと思い、大声でナーミョンホーレン月経を繰り返しながらとにかくこいだ。途中から少し余裕が出てきて学校の校歌に変わったが、とにかく大声で歌いながらひたすらに自転車をこいだよ。絶対に後ろは振り返らなかった。昭和炭鉱の山あいを抜けるまで、止まるのが怖くて1時間はノンストップだったと思う。道路立って砂利道な。それなりに脚色すればこの1時間だって超怖かった。途中田村は、やめろ、引っ張るな。って叫んでいたし、夜中の山道ってだけで十分怖いし。ま、そこは割愛するよ。長文は嫌われそうだし、てか十分長文だな。とにかく初めて街灯が見えた時は涙が出るほど嬉しかったね。0時近くなっていたと思うが、何かの小さな駐車場みたいなのがあって、そこにわずかに街灯が灯っていた。電気だ電気だって感じ。俺たちは一旦そこに自転車を止めて、しばらくの間ぜいぜいハーハー息を整えた。携帯電話があれば家に電話するところだけど、そんな時代じゃなかった。あったとしても絶対電波が届かないようなところだったし。サダオカは泣きそうな顔をしていたが、とりあえずノーマルに戻っていた。いろいろ選択肢はあったけど、俺たちはそこにテントを張って一夜を過ごした。電気が何よりもの守り神に思えたんだな。何かを期待している人には申し訳ないが、その後は何も起きなかった。というか俺はすぐに眠ってしまったんだよ。相当疲れていたんだと思う。身も心もね。朝目が覚めると、サダオカと田村はまだぐっすり寝ていた。外に出て朝日を見た時、昨夜のことが一体何だったんだろうと、まるで夢のような出来事に思えた。今思えば、実際夢か何かだったのかと思う。中学を卒業して、サダオカにも田村にも会っていない。俺は北海道を出て、今神奈川のとある場所からこれを書き込んだところです。あまり思い出したくもない経験でした。どう思うが自由だけど、実はな。流れぶったぎるけど、思い立ってまとめた話があるんだがいいかい。昔住んでた冒険傍聴の田舎の近くまで行くことがあって、ついでに寄ってきて懐かしくなったので。今までよそで話したことなかったけど、どうもそこは合併して、もう街じゃなくなってたのでいいかなと思って。俺が昔住んでた冒険傍聴の田舎の話。クソ田舎ってほどでもないけど、中学校と小学校にスクールバスが必須で、学区内の小学校の半分が全校生徒50人以下くらいの田舎。母方のばあさんがそこに住んでて、ばあさんの兄弟が亡くなって、土地の権利がばあさんのものになって、なんやかんやで俺ら家族がそこに新たに家を建てて、ばあさんと住むことになったんだ。家建てて引っ越してしばらくしてから、その微妙な田舎で起きる妙なことに気がついた。時折、夜になるとどこからか笛の音がするんだよ。集落ってほどでもないんだけど、うちのある周辺にだけ聞こえる程度で、リコーダーとかじゃなくて、かといって尺八って感じでもない。聞いたことはないんだけど、オカリナとかに近いんじゃなかろうかって音。それが時折、夜になるとどこからか聞こえてくる。最初は近所のじいさんが吹いてるもんだと思ったけど、聞こえてくる方角はその時々で結構変わった。まあそれも特には気にしてなかったから、家族に話すことも特にしなかった。で、そんな笛の音に気づいてからしばらく経った頃、もう一つ妙なことに気づき始めた。笛の音が聞こえた深夜になると、ぼやが起きる、事故が起きる。最初は偶然だと思ったけど、何度も重なるし、消防の反照の音がしない夜でも、翌日、どこそこで事故があっただの、誰々さんちの納屋が燃えただの話が出る。それでもまだ偶然だろうと思ってたんだけど、数年経っても同じことが起こる。ただ、笛の聞こえてくる方角とぼやとかのは一致しない感じだった。そうやって何度も重なると、何かあるんじゃないかって思うわけで、ばあさんに聞いてみたんだよね。
時々笛の音が聞こえるけど、あれ何？って、ばあさん曰く。あれは、この辺の氏神様みたいなもんでね。って話してくれた。こっからがちょっと長いかも。両親、特に母親はここ出身なので、は知ってたらしい。姉も笛の音には気づいてた。ってことで、ばあさんが話してくれたこと。あの笛は、悪いものを払うために氏神様が時折吹いているもの。ばあさんが子供の頃も、ばあさんのばあさんが子供の頃からもずっとあるらしい。そうやって笛の音が聞こえた後は、必ず悪いことが起こる。ぼやとか事故とか。でも笛のおかげで、この辺、俺の住んでる周囲には何も起こらない。これは実際、不思議なことに確かに何もなかった。氏神様とは言ってるものも、何の神様かはよくわかってない。ばあさんたちは懲り笛様って呼んでる。漢字は知らない。この辺では暗黙の存在みたいになってて、みんな笛が聞こえると、あ、なんかあるなって思ってるらしい。だけど、時折嘘笛というのをやらなきゃいけないらしい。この嘘笛ってのは、いつも懲り笛様が笛で守ってくれてるのに感謝したり、時々は懲り笛様に休んでいただこうというので、いつの間にか風習みたいに根付いたらしい。それは、明確に決めたルールがあるわけじゃないけど、懲り笛様を祀るというか氏神とするというか、要するに、懲り笛様に守られてる周囲の家の信心深いじい様ばあ様たちが、時々懲り笛様の代わりに笛を吹くというもので、それで感謝とお礼とかを兼ねるそうだ。で、これをやるのは完全に格好の気分でやってるらしいけど、嘘笛をいつやった、誰がやったというのは、決して明らかにしてはいけないそうなんだ。とは言っても、明らかに隣の家とか分かってしまう時もあるけど、そこには触れないようにするのが不文律。で、ばあさんはじいさんが生きてた頃にはじいさんが吹いてたけど、じいさん死んでからは参加してないそう。笛も実際オカリナだそうだ。オカリナだと思う、現物は見てないから知らんが言ってた。俺が聞いてた笛の方角にばらつきがあったのも。多分嘘笛をどこかでやってたのを聞いてたんだろう。とのこと。あと、確かに笛の音を聞いた時はぼやがよくあったけど、必ず起きてたわけではなかったらしい。この辺は話を聞くまでは百発百中だと思ってたけど、なかった日もあったらしい。そうやって時折、匿名の完全気分の持ち回りの嘘笛を俺たちは聞いてたらしいんだが、ばあさん曰く。今でも時々は本当の懲り笛様が吹いてらっしゃるし、その時は音色が違うんだよ。と。ばあさんは亡くなっちまったし、今はもうそこを離れて暮らしてるからわからないけど、俺が家族より先に上京して家を出る頃までは、まだ笛の音は時々聞こえていた。最後まで本当の懲り笛様の笛の音はわからなかったけど、そんな、俺が昔住んでた田舎の話。終わりです。タヌキ林とは違うような。オカリナっていうのもね。ゴブリエってのも、日本語というより外国語チックだね。ゴブリン的な。なんとなく外国起源のように思うけど、ご先祖さんに外人とかいない？タヌキ林がどんなのかよくわからんけども、まあ漢字当てるとしたらやっぱり懲り笛になるんじゃなかろうかね。移民の話も聞いたことないし、海なし県の山の中だし、懲りだろうな。オカリナに関してはもうちょっと話があるんだが、特定されそうだ。嘘笛でググったら、神社のお土産で嘘笛ってあるらしいんだけど、それは嘘笛で意味も違ったから関係はないのかな？興味深いお話でした。嘘笛吹いたことを人に話したり、何年も吹かなかったりするとどうなるんだろう。神社はあったけど、なんか小さいお社の寂れたとこで人もいなかったし、名前が被ってるだけで関連はないんじゃなかろうか。だいぶ端折ったので補足しとくと、ばあさんの話だと、ニュアンス的にいつ誰がというのがわからなければいいみたいだったよ。というか、その笛も適当に吹くんじゃなくて、ちゃんとメロディーがあった。だから、爺様婆様がその上の爺様婆様に習ったり、家で受け継いだりしてたって。受け継ぎ方はどうかは聞かなかったけど、そういう風にしてたから、嘘笛を吹ける人が誰々の家の誰々さん、くらいは知ってる人は把握してただろうし。何年も吹かなかったらどうなるか、についてはわからないけど、コンスタント、と言ってもそんな頻繁じゃないけど、には聞こえてた。でも懲り笛様が守ってくれる笛の音ってことだから、吹かないとぼやとか起きるんだろうね。なんか端折った部分で質問あったら、後でまとめて補足も兼ねて答えるよ。聞かなかったことはわかんないからそこは勘弁してね、まああんまないだろうけど。しかし、笛でぼやを事前に知らせてくれるのか、笛のせいでぼやが起きるのか。前者だったらあんまり役に立ってないみたいだし、後者だったら完全に疫病神みたいなものじゃないか。知らせるというより、
コリブエ様の守ってる範囲に起こらないようにする、みたいな感じ。田舎っていう小さいコミュニティの中って、さらに小さいコミュニティの集まりだから、よそはよそ、うちはうち、みたいなところはあったよ。クラスでいう班みたいなコミュニティ。だから、こっちからしたら一応最悪から守ってもらってるけど、よそからしたら疫病神だろうな。ってのは俺も聞いてて子供ながらに思った。でもよそはコリブエ様のこととか多分知らないから、よくぼやだの事故だの起きるなぁ、くらいだったのではと。へぇ。じゃあつまりコリブエ様ってのは、集落の中でもほんの数世帯だけのピンポイントな神様なのか。嘘笛は別にして、コリブエ様自らが吹くという笛の音は一般の人にも聞こえるものなの？あと、コリブエ様って漁師のイメージ的には何かの動物？人間？コリブエ様、トトロみたいだなぁ。ほんの数世帯、ってほどでもないかな。一般的な町内会よりちょっと小さいくらい、と思ってもらえるとちょうどいいかも。コリブエ様が吹く笛というのは、俺もこれがそうって言えるのは聞いたことないから、気づかないだけで聞いていたかもしれないけど、なんとも言えないけど、遊びに来た遠方の友人が。何これ笛？風流受ける。みたいなことは言ってた。それが嘘笛だったのか、コリブエ様だったのかはわからない。コリブエ様のイメージ、487が言うトトロってのは正直思いつかなかった。これまとめてみて、その中でコリという文字なんじゃないかってのがあったから、キツネやタヌキみたいなのを今はなんとなくイメージしてるけど、当時はなぜか、小さな角の生えた灰色のガンダルフみたいなおっさんを想像してた。事故ってのはどんなの？まあしばらくすれば忘れるようなレベル？これは大事故、というようなものはなかったかな。田舎だし大事故も起こらないし。でも、自爆事故から人が死ぬような事故までいくつかあったな。殺人事件とかの類はなかったし、その事故にうちのコミュニティの人が巻き込まれたこともなかった。本物のコリブエ様と嘘笛が被る日はなかったのかな？または同時刻に偶然、嘘笛が被るとか？暗黙の了解とはいえ、不定期で気まぐれならあり得るだろ。これはなかった。覚えてる限りでは2箇所で笛が聞こえたこともない。俺もその辺は不思議に思ったこともあったけど、いかんせん吹いてるのが信心深い爺様婆様ばっかりだったから、なんとなくそういう空気を読めたんだろうと思ってる。嘘笛同士が被ったってのも、というか本物と区別できてないからなんとも言えないけど、ないな。俺がいた時はなかったけど、ずっと前にはあったのかもしれないけど。あと、オカリナについて補足。どうせもう町じゃなくなったし、発展してきてもう風習もないだろうし、仮に特定されても大丈夫かなってことで。オカリナはその町の特産というか伝統芸能というか、町の奥、山の方にそういう工房がずっとあって、そこで作ったものらしい。ただ、普通にお土産とかで売られてるものではなくて、コリブエ様の嘘笛を吹くために特別に作ってもらってたって話。作ってる職人のじい様が、コリブエ様について知ってたかはわからん。俺が行った時、その工房はまだあったけど、開いてるかどうかはわからんかった。ちなみにうちにあったオカリナとやらは、じいさんが亡くなった時に捨てたらしい。ばあさんは吹けなかったって言うからね。とりあえずそんなとこ、修行が足りないから連投ぶった切りでごめん。もしかしたら似た風習があるみたいな話が聞けるかなと、ちょっと期待してたのは内緒だ。だけどこの話は、決して人里離れた、テレビもねえラジオもねえ車も走ってねえみたいなクソど田舎での話ではなくて、田舎とはいえコンビニもモスもあるような微妙な田舎での話でさ。なんかそういう閉鎖された村みたいなところでなくても、こういう風習があったんだってのをちょっと話してみたくなったのと、戦術の期待もあった、というのを言っておきたい。今はその場所は高速が通ったりと結構発展して、合併して市になってるから、そういう風習はもうないかもしれないけど。まとめのコリブエ様って話読んで、すごい前に聞いた怪談のような民話を思い出した。聞いた時は普通にただの都市伝説的なものとかだと思ってたんだけど、まとめ読んでてあれっと思ったので、一部脚色というかぼかしありだけど書いていいかな。某古県ではその昔、貧困にあえぐ村があった。その頃は京でまことしやかにもののけの存在が語られてて、それを高名ななんとかさんが退治したりとそんな頃。実は京を追われたもののけがその村の地方に逃げ込み、それが原因で村にはよく災いが起きていて、村はどんどん追い詰められていったそうな。ある時、もののけ討伐にも参加したことのある年老いた僧がその村を訪れた。僧はその村の惨状を見て、一目で良くないものの気配を察知する。村人たちはその僧に救いを求めるが、僧にはそれを払う力も残ってない。
そこでソーは、ある騎士されて叱るべき術を村人に教える。それは厄災を払う神様を作る方法。正確に言うと、神様に似て異なる何か。作り方は、猛呪物そのもの。いくつかの呪術を組み合わせて作るという、お粗末というかそんなアホなとも言えるような方法。具体的に言うと、孤独と犬神の作り方に、他のものも取り入れごちゃ混ぜにしたようなもの。本来ならそんな危なっかしいものは作らない。けど村はそこまで追い詰められていたし、何より村人にそれがそんな危なっかしいものという知識はない。すがれるものなら何でもすがろう、ということで実際に作ってしまう。孤独を作るような方法で生き残った、ある獣を何匹も集めて、煮詰めるようにまた。そうして何度も繰り返した末に残った一匹を、犬神のような手段で殺す。そこから、その獣が骨になるまで地中に埋め、骨になったら掘り出して、その骨である楽器を作る。それが、忌み笛。その笛のおかげで村からは災いが去り、もののけもどこかに姿を消して、めでたしめでたし。とはならず、新たな問題が起こる。その笛は確かに災いを払ったが、その払い方に問題があった。単純に笛の力で払うのではなく、向かってくる厄災に対して、笛に蓄積されていた呪いやら恨みなどをぶつけて弾く、そんな方法だったらしい。当然、そんな邪法のような作り方で作られたものだから、込められているものは半端ない。けど、吹いている限りは村に災いが起こることもない。そして、村人たちは笛を吹き続けることを選んだんだけど、なぜか周囲の村や町に災いが起こる。そう、周囲に払うべき厄災がないから、ぶつけるべき対象のない笛の呪いが周囲に飛び火していたのだ。それから時代は下って、少しずつ村も豊かになり、笛を吹き続けなくても災いに対抗できるくらいの知力もできた。そうして笛は役目を終えて、その後藩主の手に渡りことなきを得る。という話があるんだが、まとめで見て似てるような、と思ったので、微妙にすれちな気もするけどそこはごめん。ただこの話、数パターンあって、偉い坊さんにもらった笛で魔を払うみたいなのもあって、一応笛と災いと、最後は偉い人のところへ、というのは共通してる。自分が聞いたのは、なかなかに怪談っぽく脚色された話だったのでは、と。今日から逃げてきたのが北へ逃げる途中の玉物前だとか、年老いた僧も実はもののけで、って話もある。もちろん今もその風習があったりということはないから、まとめのとは違う気もするけど、災いを払う笛というのが似てたので。ちなみに、東方は書いてある通り蒙古県の田舎です。これから話すことは一切嘘偽りないから、真面目に聞いてほしい。なんだ、嘘か、今から8年前に中古の家を買ってそこに引っ越したんだ。俺は3人兄弟であり、兄弟で家の中を探検ごっこしてたら、床下の入り口っぽいのを発見した。その床下の扉を開けると井戸を発見したんだ。完全に家の真下にあるの。その井戸には木の蓋がしてあり、お札が何枚もペタペタと。子供ながら気味が悪いと気づき、母親に報告したら叫ぶ始末。解体のバイトしてたけど家の下にそういうの見たことあるわ。気味悪かった。蓋して札貼ってあったわ。マジで？なんで井戸の真上に家を建ててるんだ？古い家の解体だったな。水道が通って井戸使わなくなったんじゃねえか？でも確かに家の下にあったから増築でもしたのかな。埋めるとき拝んどけって言われた。事故が起きないように蓋して札貼ってあったんじゃないかな。暗い井戸の中には水が残ってるみたいで、石を投げ入れるとボトンと音がした。井戸の上に家を建てるって珍しい作りじゃないんだ。知らん。木造の古い家だった。蓋と札はあったと思う。背筋がゾッとした記憶があるわ。母親は引っ越したいと親父にせがんだが、親父は聞く耳持たず。でも井戸をほっとくわけにもいかないので神主さんを呼んでお祓いしてもらった。それから数年経って、学校でこの話をしたら、友達が見たいって言うから親がいない時に招き入れ、その井戸を見せてやったんだ。俺は友人に見せた。そしたら悪ふざけで友人が井戸のお札が貼ってある蓋を開けやがったのよ。中を覗いたら真っ暗で何も見えなかった。懐中電灯を持ってきて恐る恐る中を覗くと、猫の死骸がめちゃくちゃ井戸の中に入ってるわけよ。ああ、めちゃくちゃってのはいっぱいって意味か？そうそう。てか不可解な話はこれからなんだが。とりあえず、蓋もしてお札も貼り直し、その場は事なきを得た。
親父から絶対に開けるなって言われてたから、猫の死骸の話はしなかった。なんで猫ってわかったんだ？まだ生々しいのがあったから。それからというもの、家族の仲は良かったのに、ある日を境に夫婦喧嘩が絶えなくなった。親父は暴力を行い、母親は家を出て行って離婚。妹と俺は交通事故に遭うなど次から次に不幸が訪れるようになった。ある日に、妹の友人で霊的なものが見えるって子が家に遊びに来たんだよ。そしたらその子が震え出し、寒い寒い言う始末。ついには倒れ白目をむき出しにして泡を吹いた。俺はさすがにヤバいと思い救急車を呼んだのね。病院に運ばれた後は特に何の異常も見られなく、普通にその子は帰宅できた。そして後日に、またその子が家にやってきて、改めてうちの家を見て。家に霊がたくさんついてる。とか言い出すのよ。しかも。この家に変わったことがない？とか聞いてくる始末。俺と妹とで床下の井戸の話を説明したら、この家からは一刻も早く、出て行った方がいいとか言い出すのね。俺は霊的なものは一切信じないたち。その霊が見えるってこの言い分は全て無視していたんだが、霊は見えなくても気分はいいものじゃなかった。俺はこの井戸がずっと気になってたもんだから、親父に内緒でこっそり神主さんにまたお祓いを依頼してきてもらったのね。そしたら神主さんが家に入る前から。良くないことが続きませんでしたか？って聞いてきたんだ。俺は引っ越ししてから今までの家庭の経緯を全て話した。そしたら神主さんが。やはりですか。っていうのね。神主さんは家族全員を揃えた上でお祓いをしたいと言い出したんだ。親父には神主さんから説明するってことで俺は了解した。そしてお祓いの日、離婚した母親を抜きにして家族全員で神主さんの前に正座した。神主さんはお祓いの前にこんな話をしてくれた。実は私、この家が建つ前からこの井戸には幾度もお祓いをした過去があります。この家を建てた人にも依頼されてのものです。この井戸は昔、この地域の村の飲み水として活用しておりました。ですが、水道設備も充実しこの井戸も使うことがなくなりました。この前の家の持ち主は井戸の解体のお金を出し惜しみし、そのまんま井戸の上に家を建設しました。私はもちろん、その建設の仕方には大反対しました。ですがそのまんま家は建てられました。詳しくは話せませんが前の持ち主は不幸でこの家でお亡くなりになられております。私はその後に家を管理していた不動産屋さんに依頼され、井戸のお祓いをしております。井戸は水場。水場には神がおります。井戸も息をしているのです。その井戸を塞ぐという行為はとても危険な行為なのです。できれば現在のご家族のこれからのためを考えても、井戸の埋め立てをした方がいいと思います。こんなことをマジで言い出すのね。井戸を埋めるときって二通りの方法があるんだが、神主はどっちを言ったんだろ。ビデオダビングで解決じゃないか。わろた。きっと来るのか。俺と親父は二人で相談し、埋め立てが必要なくらい危険な場所なら引っ越すことを決意した。お祓いはしてもらい、それから二三ヶ月で家を売り引っ越した。そしたら本当に不思議。なんて言葉で言い表していいのかわからないが、気分がすがすがしいのよ。風水的なもので家が変わると運気も変わるって言うだろ。そんな感じで不幸がぴったりと止まった。俺たちが住んでいた家には今は、新しい入居者がすでに住んでる。そして外にまで聞こえるくらい、毎日のように夫婦喧嘩してる家族が住んでるわけよ。そこの親父は完全に DV をやってる。井戸の存在を教えてやるべきだろうか？とても危険な行為なのに井戸を神様と埋め立てるのかよ。水場を残したままで、塞いでるだけの状態が危険なんだって。俺は霊的なものは一切信用しないが、霊ってのは水場に集まるんだって聞いた。それと猫の死骸の話。猫ってのは老衰や病死する場合、自分の死に際を人間には基本的に見せないんだって。死期が迫ると本当に飼い猫でも消えることが多い。猫は床下で死ぬことはほとんどないんだが、床下で死ぬ猫ってのはその家を恨むって意味があるらしい。嘘か本当か知らないけどな。そんなことないよ。うちは井戸3つ、蓋したままだけど何事もない。うちも井戸あるけど猫が死んだことはない。ここまで本当にマジ話。俺は文才ないよ。説明が下手くそですまなかったな。床下の井戸の存在も本当だよ。最近死んだ生々しい猫の死体があった原因だってわかる。井戸にしていた蓋ってのは完全に塞いでるわけじゃないのね。井戸が息をするための呼吸穴を開けてあるの。その穴から入ったってことかと。死ぬ前に井戸に飛び降り自殺する猫はロス。
でも中で死んでたのは事実だ。俺は猫を飼ったことがないからわからないが、猫は死に際は飼い主には見せないって話は本当なのか？弱ったら本能で天敵のいない安全なとこに行くだけ。自分から井戸に飛び降りるわけがない。飼い猫でもそんな行動をするのか？水の上に猫の死骸が大量に浮いてるってことか？まさにそれ。本当に水面に猫が浮いてる状態。思い返しただけで気味が悪い。当時の俺は、誰かが恋に猫を投げ込んで虐待してるかと思ったぞ。なんでそんな平気で嘘つけるの？水の中に死骸があったら水が腐敗してめちゃくちゃ臭くなるよ。井戸には空気通すための穴が開いてたんだよね。生活できないよね。そんなこと知らないよ。俺は猫よりも先に、水が入ってる状態の井戸に家を建てることすら考えられないんだから。普通に考えたら、湿気で家がダメになるのが早くなるし。事実、その家の湿気は凄まじかった。トイレや風呂の排水口からナメクジが登ってくるんだぜ。そんな鳴らしたみした時に買わないだろ。だが親父は安かったから買っちまったんだな。2階建てで、庭付きの車庫付き。これで土地込みで500万円だったらしい。金額でヤバい家ってわかるだろ。場所による、どこいな？場所は詳しくは言えないが、鹿児島市内とだけ言っておく。井戸を開けると猫の死体がある。井戸に満杯の水が張ってあるわけ？最近死んだと思われる猫の死体。お前の家は何匹も猫入ってきても刺繍がしても気づかねえのかよ。井戸の半分以上が土で埋まってる。水ねえじゃん。ああ、井戸が半分埋まってるってのは外堀がだよ。井戸の中じゃないよ。どう説明したらわかるかな。コンクリートでできてる丸い縁の部分。これの外側が土に埋まってるの。不良品なお家売ったって裁判沙汰になるから秘密にしておこうぜ。俺たち一家は井戸の存在を買った後に知ったが、売った時は井戸の存在を説明してあるぞ。隠してても査定士にバレるしな。普通はそこを屋外に出したまま建築するか、埋めるけど、別に埋めなくても家の中にあることもあるよ。床下ってことは、埋める手間省いただけだろ。別に誰かが落ちるでもなし。あえて埋めなかったってことは、逆に問題なかったと考えるのが普通。誰かそこで死んでそれの冥福を祈るとかなら、埋めた上にお堂立てて札を貼るわ。おいなんだよそれ。ってことは、うちの床下にあった井戸は人が落ちて死んだ過去がある可能性が高いってことか？俺が飼ってた猫は、死ぬ寸前まで動けないくらい弱ってたのに、最後は起き上がって俺のとこに寄ってきて人泣きしてから死んだよ。猫は死ぬ間際、飼い主にすら見せないってのは嘘なのか。息してるとか言っておきながら埋め立てを提案する飼い主さんはド S。 いやいや、息させながら埋めることあるよ。節抜いた竹差し込んで神様に息しながら休んでもらうんだ。勉強になった。井戸系の問題を抱えた家では、一家離散する確率が高くなるらしいね。精神病とか不倫とか。猫が入ってた理由は、誰かが入れたのか何らかの力が働いて猫が食われたのか。作業ははかどりましたか？また一緒に作業しましょうね。では、またねー。